こんばんは。ちょっと久しぶりかな。今日はですね、報告がありまして、この動画を撮っております。ででーん。ホワイトジャムツアーの夏編のチケットが始まっているところがありますので、その説明動画を撮っております。チケットが始まっているところがですね、この11公演です。ででーん。東京、宮城、大阪、香川、福岡、広島、札幌、ここが一般チケットが始まっていて、愛知、大阪、東京、この 2days、 この下の4公演がですね、ファンクラブチケットの抽選が始まっております。この初日だけね、ちょっとソールドアウトしてしまっているんですけれども、ソールドアウトしている公演があるんで、ちょっと説明をしていくんですけれども、まず、ファンクラブに入っていない方、一般チケット、が始まっている地域があるのがこちらです。ドドン。東京、宮城、大阪、香川、福岡、広島、札幌。ここは一般チケットがもう始まっていて、チケットが5900円で、学割さんが3000円となっております。これはもう、今お申し込みできるので、先着順となっておりますので、売り切れ公演も出てきてますので、お早めにお申し込みください。そして、ファンクラブ公演、ファンクラブチケットが始まっている地域がここですね。ベベベン。オールラスト公演の4公演です。愛知、大阪、東京デイ1、東京デイ2。この東京デイ1は俺のソロの、ライブの日になりまして、東京デイ2はホワイトジャム3人の日になるんですけれども、ここファンクラブチケットの抽選受付が5月11日、明日までですね。明日までとなっておりますので。で、チケットの料金がですね、あ、間違ってるこれ。やばい。ちょっと待ってくださいよ。お待たせ。うん。こちらですね。ファンクラブチケットがですね、5月11日までの応募期間、明日までの応募期間になっておりまして、料金が5400円。ファンクラブでさらに学割の方はですね、2400円になります。こちらですね。学割っていうのは小中高大幼稚園専門保育園みんな対応です。そして今回どんなライブかと言いますと、90分間のライブになるんですけど、なんと初めて来る方、今の時点でもなんと 40% 以上の方が、初めて来るという、推移になっておりまして、多いとこだと 5,6 割とか初めて来る方ね、もうこれみんなが日々ね、ジャミリーのみんなが俺たちの音楽を広めてくれてるおかげですね。で、全然タトゥーしか知らないとか、最近インスタライブで知りましたみたいなね、人たちも全然タトゥーと嘘つきとミラー、この 2,3 曲をですね予習してきたら、全然あとは僕たちがエスコートしますので心配なしです。一人で来る方もおられますし、あと親子エリアっていうね、親子で来ても大丈夫だよというエリアも用意しておりますので、皆さん楽しんでいただけるようにエスコートいたしますので。あとですね、ちょっとこの夏編からですね、タオルをぶん回すっていうのが、なんと世の中がね、ちょっと緩和されてきて、タオルぶん回しが許される、感じになってきたので、ランランランという曲ではタオルをぶん回していきますのでね、皆さんタオル準備よろしくお願いいたします。あと、わからないことなどありましたら、全然俺に聞いてください。以上です。ちょっと久々だったので、ちゃんとうまく伝わってるかわかりませんが、またわからないことだったら質問も受付中です。てか、最近なんかこうわからないこととかをファン同士でね、教え合ったりしてくれて本当に助かっております。ありがとうございます。ということで、楽しみにしておりますので、ツアーの夏編がね、始まりますけれども、楽しみにしております。以上です。